乃木坂46、5期生が出演する日本テレビ系音楽バラエティ番組、超、乃木坂スター誕生、毎週月曜深夜0時29分、は、27日に放送。MC を務めるオズワルドの伊藤俊介がメンバーからブーイングを浴びる場面があった。撮影、ふさとなお、モデル、伊尾木真央のレア写真集完成。この日は以前同番組内で撮影していることが紹介されていた。富里奈央撮影の伊尾木真央の写真集が完成。きっとまたあの夏に戻れる、という伊尾木直筆のタイトルと、光の中にセーラー服で佇む伊尾木の姿が印象的な表紙に、オズワルドやメンバーたちから、すごい。という声が漏れた。自然の景色を背景に爽やかで初々しい陽気の姿が多く収められている写真集で、中には、可愛い系で撮ろうって話してた、ものの、陽気の希望で古着屋に出かけたことからそこで購入した服装に着替え、かっこいい系で撮られたクールな表情の陽気の写真も、富里の写真の腕前が垣間見える素晴らしい写真の数々に、スタジオは何度も感嘆の声を上げた。オズワルド伊藤の一言にメンバーからブーイング一方で、白い毛糸のイヤーマフをつけた伊尾木があどけない表情を見せる可愛らしい写真について。伊藤は、本当に一瞬、ブラジャーつけてるのかと思ったと感想を。まさかの一言に伊尾木はすぐに、ねえ、と怒り気味で反応、最悪。なんてこと言うんですかと菅原さつきからもお叱りの声が飛び、5期生ら全員から、最低、やめてくださいと声が飛ぶことに。さらに一ノ瀬美空からは、炎上だ炎上、炎上しろ、とまで煽られてしまい、伊藤がタジタジとなる場面も。しかしその後写真集の帯を頼まれた伊藤が、すべてのページにあの頃好きだったあの娘がいたと秀逸な一文をしたため、メンツを持っていた。写真集については、販売はしてないです。配ったりはしないですと販売や配布はせず、私分用と真央と真央のお母さんとかに渡せるようにとあくまでプライベートなものだとふさとは説明していた。伊尾木真央の写真集に、欲しい、の声続出。この写真集に、ファンからは、欲しい、売ってください、販売してくれたら絶対買います、素敵すぎると購入を希望する声が続出していた。